白石洋一です。よろしくお願いします。非常に期待される素材があります。セルロースナノファイバーという、CNF とちょっと略称をします。これはですね、鋼鉄の5分の1の軽さ、そして5倍の硬さ、さらにはですね、低熱膨張性がですね、ガラスの50分の1ということで、しかもこれ植物由来ですから非常に体にも優しいという素材です。で、これをですね、今、各社各国開発にしのぎを削っているわけですけども、私の地元であります四国中央市上の町、ここでもですね、研究開発が進んでます。で、これに対する国の支援というものは、これは各省横断になってまして、ただ重なってはいけないので分担をしております。で、川上、上流の方からですね、農林水産省林野庁、そして、ここが原料の開発ですね。そして文科省が基礎研究で、次に経産省が来て、ここが製造で、一番川下、出口のところで環境省というところです。今まではですね、環境省が主にここを国の支援としてやってきたわけですね。金額も多いです。どんなものに使われるか、それが安全なのかどうかということで、特に環境省ですから、地球温暖化にどう資するのかというところを中心に、国は支援、研究開発を支援してきました。実際、ここにですね、CNF に対して、今年度については30億円と、一方、経産省はですね、8億円ということで、環境省が多いんですね。でもこれも相当もう研究も進んできても、これはいけると、で安全だということになってきたら、もうこれからは量産化、製造のところのですね、支援をしていかないといけない。もういよいよ経産省、経産分野のですね、出番だと思います。で、ここに対する経産省のですね、支援、大いに期待されるところでありますけれども、どのようにされようとされてますでしょうか。大臣お願いします。梶山経産大臣。新しい素材の支援というのは、その段階においてそれぞれの役所の役割分担ということもございます。今委員ご指摘の CNF セルロースナノファイバー、先ほどお話にありましたように、鉄の5倍の強度を持ち、重さは5分の1ということで、今後用途拡大が期待される、新素材でもあり、経済産業省としても期待をしている、ところであります。すでに一部の分野では商品化が行われておりまして、少量のセルロースナノファイバーをランニングシューズ、の靴底に使うことにより、強度を 20% 高く、約 20% 高くできたというような例があります。一方、用途拡大を図っていくためには、製造コストを下げていくことが必要ということで、経済産業省では2015年度から民間企業や研究機関に対して、開発支援を行っておりますけれども、今後とも、量産化を実現するための低コスト化技術に重点を絞り、必要な研究開発を進めてまいりたいと思っております。白石君。ぜひですね、金額面でも応援してください。先ほどそのランニングシューズの底っていうふうに話がありましたけども、これですね、非常にカーボンナノファイバーとも似てるところがあるんですね。カーボンナノファイバーで、この前のマラソンで好記録を出した、駅伝でもそうです。そこで靴底にそれがあったからだということも言われてます。でも本格的に我々の、我が国の成長戦略に資するということであれば、たくさん使うと。例えばカーボンナノファイバーであれば、ボーイングに使われてます。一部ですけどね、787で使われてるんですけども、それぐらいですね、使われるといえばこれは車体です。で、実際昨年末の、東京モーターショーで、CNF で作られた車体のですね、車が展示され、コンセプトカーで展示されました。本当にですね、これ非常に大きな爆発力を持つ素材であると思いますので、金額面でもですね、これ今予算審議されてますけども、来年の予算はもう出されてますけども、
まあ、その次も含めてですね、応援していただければと思います。で、次の質問なんですけども、これ、まあ、用途がたくさんあります。まあ、非常にですね、たくさんあって、例えばどら焼きなんかにも入るとかですね、まあ、そんなことも聞くんですけども、そうなるといろんな企業がこれを、まあ、製品を使うということになったら、知的財産ということにも気をつけなければなりません。まず研究段階からですね、まあ、自分の知財はちゃんと守ると、そして他の企業とか団体が持っている知財を侵さないという、まあ、守るということと、まあ、相手を侵害しないと、この両面からですね、知財に対する知見というのが非常に大事になってくると思うんですね。さもなくば、まあ、せっかく今研究開発しているものが人に取られてしまうと、あるいは他のところの知財を、まあ、犯してしまって、火傷してしまうということになりかねません。ですから、これだけ、まあ、ホットなですね、分野については知財の面からでもですね、支援していく必要があると思うんです。特に中小企業、中堅も含めてですね、この面での国の、方針はどんなものでしょうか。梶山経産大臣。中小企業の数は日本の企業数の約 99% を超えているにもかかわらず、特許出願件数に占める中小企業の割合は約 15% にとどまっております。中小企業の特許出願率が低いことがこのことによって示されております。また特許の活用方法がわからない、相談できる専門家がいないなど、中小企業は知財の扱いに関して、まあ、多様な課題を抱えているのが現状であります。まあ、こうした知財の悩みに一元的に対応するために、経済産業省としては全国に知財総合支援窓口を設置をし、知財のあらゆる相談を受ける体制を構築しております。また特許庁の職員が商工会議所等に訪問をし、地域中小企業に知財の重要性や支援制度の説明を行い、個社の相談対応も行っているところであります。また無料のデータベースJプラットパッドを公開しており、中小企業が自社の類似の技術を検索することで、意図せぬ他社への特許侵害を防ぐことが可能となるような環境を整備をしているところであります。本データベースの利用を促進するために、知財総合支援窓口において、講習会や検索支援等のサービスも行っているところであります。一方、中小企業への知財の普及はまだまだ十分とは言えません。今後も特許庁職員が企業を訪問する機会等も捉えて、中小企業の皆様の声を聞き、戦略的に知財を活用していただけるよう支援をしていくと同時に、大企業との関係でやはりしっかりと中小企業が、また零細企業がその知財を、権利を確定してしっかり持てるようにしていく、そして経営に反映させていくということも重要だと思っておりますので、そういう取り組みも今現在行っているところでもあります。白石君。これ、先ほどおっしゃった知財の総合支援窓口、これはお手元の資料でですね、2ページ目のところですね、インピットの、説明を大臣されました。で、それで、全国に47都道府県に設置してますと。もちろんこれは県庁所在地ということだと思います。でもやっぱり産業が盛んなところというのは県庁所在地に限りません。まあ、大臣のお地元もそうだと思います。県庁所在地じゃないんだけども、まあ、非常に産業が、そして、まあ、先端技術をですね、扱っているところがあると。なのであればですね、まあ、そこに出向いて、まあ、商工会議所というのもおっしゃいました。まあ、そういったところ、あるいはですね、そういったところは大体イノベーションセンターとかですね、産業センターとか県の、施設もあります。で、研究しているところもあります。そこに行ってですね、まあ、この地域、そしてまた産業での切り口、まあ、ここで言えば製紙、素材、または紙加工も含めてですね、まあ、産業に絞った切り口でのですね、出前の、まあ、講習、その、普及啓発活動というのをですね、ぜひお願いしたいなと、いうことで、これはですね、やっぱり、求められているからなんですね。一方ですね、まあ、国の
その関与という意味で今もうちょっと何とかできないかというのがあります。それはですね、一旦先ほど最初の質問で申し上げましたその事業、つまりまあ支援によってですね、まあ、あの資金が交付されます。でこの年度で使ってくださいねと、その後どうしましたかと、どういう進捗でしたかと、このモニターするところですね、まあ、こういう、まあ、国の税金ですから、それがどう使われているかっていうのを見るのは非常に大事です。大事だけども、その進捗をですね、まあ、報告することに忙しくなって、で、まあ、肝心の研究開発に時間を割けないという、これ現場の悩みもあるんです。で、その一旦事業のですね、資金を交付した後、そのモニター、管理についてはですね、働き方改革の時代でもありますから、簡素化して、まあ、あの簡便にして、そして、まあ、その研究者、今非常にホットな分野ですから、もうその創造的なですね、仕事をしてもらうというふうにですね、まあ、あの、その事業というものをですね、まあ、改良してほしいなというふうに思うんですけど、ちょっとこれは所感お願いします。梶山経済産業大臣。よくそういう声も私にも届くわけなんですけれども、まあ、支援を行うに際して国の予算事業の管理のために一定の、まあ、進捗報告などを課していることについては、まあ、事業者としてもしっかりとこれは取り組んでいただけなければ、なかなかそういう予算の執行の適正化という点で難しいことだと思っておりますけれども、できる限りやっぱり簡素化をして、研究内容をいちいち細かくというよりも、どういうふうな進捗があるかということをしっかりと簡素化をした上で報告をいただけるように、まあこちらとしても指導をしてまいりたいと思っております。白石君。ありがとうございます。で次はですね、レジ袋有料化に関しての、質問です。まあ、海洋汚染の元になっている、プラスチック製のレジ袋、これを今年の7月から有料化して、まあ、その使用を抑えようじゃないかと、そして、まあまあ、海に捨ててですね、まあ、環境を汚すということを抑えようじゃないかという動きがあるわけです。でそれに対してですね、海を汚さない、汚染しないレジ袋もあるんですよと、いうことが最近ですね、報道もされております。これは言葉で言うと海洋性分解性プラスチックによるで作られた買い物袋、レジ袋ですね。で、この海洋性分解性プラスチックがですね、まあ、海洋を汚染しないのであればレジ袋の有料化の対象外にするということ、これは経産省さんがですね、昨年12月に発表しましたその実施ガイドライン、これ配布資料の3ページ目ですね、にもあります。そのガイドラインのページ4ページ目のところにですね、海洋環境下で微生物によって代謝され自然界へ巡回する性質を持つプラスチックが 100% の重量を占めるものについては対象外とするということですね。海洋汚染をしないレジ袋もあるんですよと。これじゃ あと具体的にどのレジ袋がこれ対象外になるのかならないのか、まあ、そういうことに なってくると思うんですけれども、経産省さんの、この基準作りについてお聞かせください。経産省産業技術環境局長。お答え申し上げます。今ご指摘いただきましたとおり、今年の7月1日からレジ袋有料化いたしますけれども、そのうちいくつかのものについては有料化の例外にしており必要と考えております。海洋性分解性プラスチックにつきましては、これは今ご指摘ございましたとおり、プラスチックの利便性と環境保護を両立させる新たな技術素材でございますので、これを使っていくと。で、そのためには、海洋性分解性について、適切な評価手法に基づく第三者機関の認証
受けるということが必要だろうと思っておりまして、すでにそれ以外の製品で、我が国の企業が開発した海洋生分解性プラスチックがですね、国際的な民間認証機関で認証を取得して実用化されておりますけれども、今回 の、 レジ袋につきましても、そうした第三者の認証を受けていただくと、その旨を明記していただくことで、他のものと区別をしてですね、いいものはそういう形で広げていくと、そういう形で取り組みを進めてまいりたいと思っております。白石君。はい、認証をですね、受けてくださいということなんですけども、認証機関あるんですね、オーストリアにあり、また報道によるとベルギーにもあるということなんですけども、これ同じものかもしれません。で、そこで認証を受けたら有料化対象外という理解でちょっと確認ですね。 ISO というのもありますけども、 ISO はまだ基準ができてない。でもオーストリアにはできている。こちらで、認証を受けたら対象外になると、こう考えていいですね。飯田局長。今ご指摘いただきました TIF というですね、基準が、民間の基準がございまして、ここが現在存在するですね、認証機関でございまして、この認証を受けていただくということだと思います。ただし、それは今まさに先生おっしゃったですね、ISO 化も検討したいと思っております。これはある意味その国際的な標準の機関でございますので、昨年5月に海洋生分解性プラスチック開発導入普及ロードマップ経産省を作りましたけれども、その中で海洋生分解性評価書について ISO の提案をですね、するということで、現在の日本企業の開発製品の優れた機能が適切に評価されるように、オールジャパンの官民連携体を作りまして、提案に向けて準備を進めております。で、この提案ができましたら、日本バイオマックスプラスチック協会等を通じた国内の認証システムを構築してまいりたいと考えております。白石君。はい、2つあるんですけども、1つは、今機能としてはですね、海洋生分解性、プラスチックによるレジ袋なんだけども、それが今の認証機関で、オーストリアの、TIF によって認証されるまでは、これ有料化になると。せっかくの素材はですね、海洋性分解性と分かってるんだけども、それは有料化になるということなんですね、ということを確認が一つと、もう一つはですね、これ標準を握るものがやっぱりものづくりでもですね、有利に立つわけですね。標準化というもの、あるいは基準を、握るものですから、先ほどおっしゃった ISO に提案していくというものを、これからですね、検討会を作ってやるということなんですけども、これ目処というのがもう数年後になってるんですね。2020年代ということで、2020年代の前半というのをですね、私は聞いてるんですけども、もっと早くできないものかというふうに思うんですね。この2点についてお願いします。飯田局長。有料化の例外にするということで、これはしっかり認証を受けていただいたものについてですね、例外にしたいと思っておりますので、最初のご質問につきましては、認証を受けていただくことがですね、有料化の例外の条件としてガイドラインに書かせていただいております。それからまさにご指摘いただきましたとおり、標準を握るものがマーケットを握るでございませんけれども、大変大事だと思っておりまして、とりあえずロードマップでは2020年の代ということになっておりますけれども、私どもとしては一刻も早く、ちゃんとデータを集めてですね、標準提案できるように、しっかり進めてまいりたいと思っております。白石君。それで大臣、こういうですね、非常に有用なものをですね、日本で製品化してきてると、いうことです。これはレジ袋の有料化の対象外であるぐらい環境に優しいというもので、非常にいい製品であると。これは環境に優しいということで、環境貢献でもありますし、日本の成長戦略でもあると思うんですね。これは付加価値が高くて、ちょっと、お高い製品です。で、これをですね、やっぱり国際的に大々的に、アピールする、そういう機会があればですね、どんどんやっていただきたいんですけども、大臣の、ご所見をお願いします。梶山経産大臣。
海洋プラスチックごみ問題の解決に向けては、ごみの適切な回収、処分の徹底はもとより、新素材の開発等のイノベーションによる解決を図っていくことが重要であると考えております。とりわけ、我が国が強みを持つ海洋性、分解性プラスチックの開発及び導入、普及を進めていくことで、世界の海洋プラスチックごみの問題の解決に貢献をしてまいりたいと考えております。このため、経済産業省としては、海洋性、分解性プラスチックのさらなる機能強化に向けた研究開発支援、日本の企業が有する高い技術力の適切な評価につながる国際標準の提案の検討、G20 関係閣僚会合やグリーンイノベーションサミット等での日本の技術の展示、紹介等を通じた情報発信などに取り組んでいるところであります。さらに昨年はプラスチック製品のサプライチェーンを構成する幅広い事業者が参加をするクリーンオーシャンマテリアルアライアンス、通称クローマを官民で立ち上げたところであります。こうした枠組みを通じてオールジャパンでビジネスマッチングや展示会出展等を通じた国際的 PR にも取り組んでいるところであります。引き続きこうした取り組みを通じて議員ご指摘の国際発信に向けて官民一体で取り組んでまいりたいと考えております。白石君。はい、先ほど大臣おっしゃったですね、国際標準の提案と、これは前段の質問にも関わります。そして G20 毎年開かれていて、そこで環境大臣会合というのもあって、でそこに経産省としてもですね、自ら前に出てですね、このクリーンオーシャンマテリアルアライアンス、これ配布資料のにもつけましたけれども、こういった業界団体ともですね、連携しながらですね、ぜひアピールしていただくことをお願いしたいと思います。次の質問ですけれども、これは地元から来たですね、歩いていて、本当にこれからの問題だなと思っておりのがですね、買い物弱者の、問題なんですね。高齢化が進んでいった。で、自分たちの集落にはお店屋さんがなくなってきた。で、免許返納の必要性も分かると。でも免許返納してしまったらどうやって買い物すればいいんだろうということです。これ、いろんなその手段はあると思います。例えば宅配にお願いするとかですね、あるいは配食サービス、宅配と配食サービスというのは、かなり近接してますけども、こういったビジネスも出てきている、ですけども、やっぱり一番ですね、しっくりくるのは移動販売ですね。移動販売、それだと、自分で物を見て選ぶ楽しみがある。そしてそこに物を売りに来た人とですね、少し雑談なんかもできるということで、高齢者の方も、気晴らしもなりますし、そこで近所の人が集まって、で、その移動販売者が去った後でもですね、少し話ができたりするというもので、この移動販売者というのは非常にいいものだと思うんです。これから期待されると。でそもそもどうしてこの移動販売者ということになったかというと、大手スーパーが出てきて、そしてその集落にその影響で、お店屋さんが減少したということもあると思うんです。でそこでやっぱり経産省さんにですね、これ一体どう考えているのかと、聞きたいと思うんです。もうちょっと踏み込んで言うとですね、大手スーパーがですね、このそこの地域の、広域の地域の、物品販売というのを取り込んだ影響でですね、近所のお店屋さんが悪影響を受けていて、で今高齢化でお年寄りが困っているということもあるわけですから、そういったところにですね、地域貢献として促していく、さらにはもっと踏み込んでですね、そういったところに支援していくということもやっぱり考えていく必要があるんじゃないかという問題意識なんですけれども、経産省さんとしてはいかがでしょうか。牧原経済産業副大臣。はい、お答えいたします。先生のご指摘というのは全くもその通りでございまして、経済産業省としても、従来からこの先生ご指摘の買い物弱者に対する、支援の裾の拡大というものに、取り組んできているところでございます。具体的には
まあ、こうしたあの民間の事業者の先進的な有料な取り組みをまとめた、まあ、買い物弱者応援マニュアルというのを作成し、まあ、ベストプラクティスを普及し、まあ、こういうのがありますよということをまあ普及啓発しています。まあ、例えばあの先生愛媛でございますが、あの徳島から始まった徳島丸というあの移動販売の仕組みですね。これあの今沖縄以外の46都道府県に広がっていると理解してますけど、まあ、こうしたような取り組みを紹介をして、まあ、裾野を広げる。それからまたあの毎年度移動販売や買い物時の送迎等の地域の高齢者に寄り添う、まあ、市町村の取り組み、まあ、こうしたものも、全国で行われているものについて、取りまとめて公表をしております。まあ、例えばあの先生のご地元だと新居浜のデマンド型の、総合、まあ、乗り合いですねのタクシーですとか、あの西条市の生き生きバス乗車券の仕組みですとか、まあ、こういうものを紹介をして、裾野を広げる、まあ、こういうことをさせていただいております。まあ、今後もこうした取り組みを通じて、買い物弱者にとって身近な存在であります、まあ、市町村や事業者の積極的な対応を促すというふうにしていきたいと思っています。白石君、ま、あのいろんなやり方を紹介して、ま、あの業者さんや市町村を促すということだとあの捉えました。まあ、その先ほど紹介されたですね、買い物弱者応援マニュアルというもの、そして、こちらはまあ、地方公共団体によるそういった買い物弱者対策ということで、まあ、非常にいい、まあ、あの綿密にまとめられていると思います。で、まあ、でも逆に言えばですね、こういう、まあ、あの啓発その横展開応援ということで資金的なものではないですね。であるいはその、まあ、業者さん特に、まあ、そういうことになった一端を担っている、まあ、スーパーへの、まあ、義務付けではない、まあ、促していくと、いうことにとどまっているなというのはあるんですけども、一方その総務省さんとしてですね、まあ、あの地方の問題としてどのように考えているのか、総務省の取り組みをお聞かせください。総務省佐藤官房審議官。お答えいたします。人口減少高齢化進む中で委員ご指摘のとおり買い物弱者対策は大変な課題だと思っております。市町村が住民のニーズを組み上げて、対策を講じていくことが非常に重要だと思っております。このような事例といたしまして、例えば奈良県の川上村過疎地域でございます。平成25年度から若手職員が村づくりワーキンググループを立ち上げまして村の暮らしを支援する、にあたってどういったことをしたらいいかという検討を行われました。そこで小さな拠点を置いて村民の暮らしをサポートする仕組みを提案され、これを受けて役場で検討しました結果平成28年度に地域住民等で構成する一般社団法人川上ライフというものが創設設立されています。この川上ライフは総務省の過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業、これは交付金でございます。これを立ち上げ経費に活用するなど高齢者等の買い物支援を図るために近隣の町のスーパーと連携した移動スーパー、それからコープと連携した食料品等の宅配事業を行って大変あの住民から高い評価をいただいているというふうに聞いております。総務省としましてはこうしたあの行政が主導提案し地域住民と連携して地域住民の暮らし買い物支援の仕組みを支える仕組みを構築したこういう事例をですね広く周知をしてまいりたいと思っております。またあの地域住民が中心となりまして高齢者の見守りや買い物支援などの多様化する地域課題の解決に取り組む地域運営組織というものの形成も推進をしております。この地域運営組織は財政基盤が非常に脆弱でございます。総務省としてはこの地域運営組織の運営に対する市町村の支援経費、高齢者の暮らしを支える支援を行う経費、これについて地方公税措置を講じておりますので、こういった支援も活用いただきながら地域の暮らしを守る活動を応援してまいりたいと思っております。よろしくお願いします。白石君、はい、じゃあ、 あの最後に、まあ、あの2点ありまして、そのまあ、事例の紹介という、まあ、経産省さんもやっている、そういったことをですね、まあ、やっていただくと同時にですね、資金的な応援ですね、特にやっぱり立ち上げのところ、加えてできれば運営のところもですね、配慮をしていただきたい。まあ、立ち上げのところ、例えば車両を買うと、いうだけじゃないですから、これはもう例えば
路線バスに、まあ、支援してると同じぐらいのですね重みを持ってこれから持ってくるんじゃないかと思います。運営のところにもですね配慮をお願いしたいということが一つと、そしてもう一つはですね情報のところをですね特にやっぱり総務省さんのところはお願いしたいなと。つまり私歩いて行ってそこでたまたまですねもう移動販売車来てほしいんですよと言われて、あこの地域だったらここが回るかもしれないなということで行ったりしてるんですけども、やっぱり、まあ、そういった方は大体声がか細い方でなかなか声をここにニーズがあるということを言えないわけですね。そういった声を拾い上げると、まあ、自治会がもっと機能していたらですね、自治会長に言えば大体あそこが足らないというのは分かるというのも特に昔はあったと思いますけども、それも弱体化しているんで、 どこの地域、まあまあ、かなり、狭い範囲の連続かもしれません。で、買い物弱者が生まれているというところをですね、この情報を吸い取って、それを白石君申し合わせの時間過ぎてますから、はい、業者さんに渡すということをお願いしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて白石陽一君の質疑は終了いたしました。